第95回堀尾接骨院座談会始めます。よろしくお願いします、はい、お願いします。本日もお題をいただき話していきたいんですが、はい、今日のお題は好きなスポーツ選手です。はい、僕小さい頃におじいちゃんの影響で相撲が大好きだったんですよ。兄弟みんな相撲好きでよく相撲してたんですけど、ね、そのお相撲さんになりきってよく使う上手投げとかしか使っちゃダメねっていうルールでやってて、でその当時武双山関って知ってますか？はい、大好きで、はい、いつも武双山関になりきってやってました。かわいい。何年前だろう、結構前ですよね。そうですね、はい、なんか、ふんどしっぽいものは巻いたりして、あ、なんもないですけど、なんもなし、はいはい、普通の格好で、はい、内無双っていう技があって、こう、足、こう、股をキュッて持ち上げて倒しちゃうんですけど、はいはい、それをテレビで見て、これをやりたいってで、兄貴とやるんですけど、兄貴もそれを僕がやるの分かってるんで、はい、まあまあ倒せない、はい、でもそれがやりたくてずっと武双山関になりきってました。はい、っていう話です。そうです。はい、中村さんは好きなスポーツ選手？僕はバスケをやってるんで、はい、こちらにも来たことがある須田雄太郎選手が、はい、ずっとおっしゃってましたね、はい、最近日本代表にも選ばれて、はい、シュートめちゃめちゃして今活躍中なので、はい、ちょっと皆さんもチェックしてみてください。あとはコンサドーレですと、あとこの間久々に試合をちょっとテレビで見まして、はいはい、その時に金子選手って方が出てまして、すごい前の抜け出しとかパスとかも素晴らしいな、はい、ちょっと注目していこうかなと思いました。結構普段からバスケとかサッカー見るんですか？あ、そうですね、テレビでやってたり、あとはあの有料なんですけどサイトとかで見たり、あー、なるほど、とかはしてます。さすがスポーツ。ありがとうございます。森さん、ちなみにいますか、好きなスポーツ選手？スポーツ選手ですか？最近は特にいないですけど、やっぱりこちらにお目になっている荒野選手がすごい気になりますね。すごい、頑張れーって、なりますよね、なりますよね、はい、待ってたってなりますね。なりますね。頑張ってほしいです。そうです、頑張ってください。頑張ってください。頑張ってください。今日はこんな感じでいいですかね、はい、でまたまたお題も募集してますんでお願いします。それでは。